はい、どうも、コミです。さて、本日はですね、TH コンプリーターさんから動画いきたいというふうに思います。で、今日のテーマなんですけどもね、タウンホール14のスーパーネクロマンサー行ってみたいというふうに思っております。13、12で猛威を振るったこの戦術、14でも使えるのかというところが、まあ、本日のテーマなんですけども、まあ、使えるんですよね。やっぱり、使えるから動画にしてるんですよ。そんなもったいぶんなよ、お前っていうね、いうふうに思ってる方もいっぱいいると思うんですけども、まあ、ちょっと本題に入る前に、私の動画はですね、クラン対戦の解説系を中心にやっております。クラン対戦でうまく全開取れないというお悩み持ってる方のヒントになる動画、やっていきたいというふうに思っておりますので、ぜひね、ご視聴いただきましていいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いできたらというふうに思います。というところで、早速ですね、動画の方に行きたいというふうに思うんですけども、圧勝ですね。圧勝、西郷さんに圧勝しています。で、ですね、これ、K さんがやっぱりね、スパネクうまいんだよな。なんか最近、カンクラに置いてるサブアカは、なんかちょっと色気を出して、クイヒーラバルとかしてんだけど、スパネクやったら絶対に、多分、相当屈指の技術者だと思うんですけどね。クイヒーラバルもうまいんですけどね。語弊があったかもしれない。K さん怒んないで。で、これですね、まずはインフェルノタワーを狙っていきます。これね、2つパターンがあって、1つは、ライトニングプラスクエイクで、序盤に、この壁の奥側の方を削っていっちゃうっていうパターンもあるんですけども、今回の K さんは、これ、グランドウォーデンで、ね、きっちりここね、インフェルノを叩きながら、なおかつ、アーチャークイーン釣らないっていうね、この位置関係をうまいこと利用してますね。これがもう、職人のお弟子と言わざるを得ない感じですね。で、セオリー通り削ってから脇からスーパーネクロですね。このスーパーネクロは、この金さん炊けてることはまあないので、しっかりとここ、ジャンプをかけていって、そっち側にこう誘導していけば、回り道をするってことはまあありえないですね。狙った方向に進んでいきます。で、逆側に関しては、キング投下弊社でこれカットですね。タウンホール12とかのパターンと変わんないんですけども、14で1個大きく違うのは、ここに入れないんですよ。ここに、スーパーネクロ入れないんですね。これはどんな攻めでもそうなんですが、脇から、壁際からタウンホールを落としていくっていうのがね、これが、やっぱりすんごい重要ですね。こんな感じで、壁際から落としていくことによって、このタウンホールのこの爆破のこのポイズンダメージ、これを、食らう期間っていうのをもう最小限にしています。やっぱりね、これがね、できないと、結構ね、スパネクとはいえども、時間がね、こう、かかって突破が遅れているところに、こう、投石のダメージなんかガンガン入っちゃったりして、やられちゃうってことは、まあ、往々にしてあるんですね。タウンホール12レベルの火力でも、やっぱり、グランドウォーデン、クロスボウ、あと、まあ、アーチャークイーンとかから、こう、集中砲火を受けると、まあ、それなりに苦しくなってくるので、こういうですね、時間をかけて前進できないような場面っていうのは減らしていきたいというところから、ポイズンに当たらないような運用をしていきます。で、まあ、ケイさんのパターンっていうのは、これ中心に入ってから、あとは、中心からの、外への飛び出しっていうのはもう、スーパーネクロにこう殴り開けた壁を殴り開けさせてやっていくと。で、外周、こっちですね、ぐるーっとね、ロイヤルチャンピオン、投下弊社から出てきたホグライダーと一緒にこう回していくっていうパターンですね。まあこれ昔で言うディガホグに似てるのかな。ゴイーバからのディガホグってあったんですけど、中心部分でしっかりこうターゲットを集めておいて、まあ、スーパーネクロと、あとヒーラーがついてますよね。まあ、プラスビッグボーイで集めておいて、で、投下弊社から出てきたホグライダーと、あとはロイヤルチャンピオンを、まあ、それぞれ外周側にこうぐるーっとね、下げ取ってもらってる間に回していく。で、もって全開取っていくってことですね。で、ロイヤルチャンピオンがこうね、結構ね、K さんのアタックは最後まで生き残るんですよね。まあ、この辺っていうのが、まあ、K さんのアタックの特徴なのかなっていうところとうまいなと思うところですね。で、まあ、ポイント、タウンホール14は、スーパーネクロマンサーをポイズンの枠の中に入れないというところですね。これがめちゃくちゃ重要なんで、ぜひ覚えておいてもらいたいと思うんですけども、2本目行ってみましょう。今回はライトニングクエイクですね、を使った攻めになります。まず、ここ、グランドウォーデン、オデヒーからスタート。このオデヒーからスタート重要ですね。これ逆にしちゃうと、時間切れのリスクが上がっちゃうので、まずはグランドウォーデン、オデヒーからスタートしておいて、で、ライトニングクエイクを打っていくと。で、そのままおでんは、こんな感じでね、ガンガン、クエイクで開けた、部分に、隣接する部分ですね。この部分ですね。カットしていくという仕事をしていって、奥深くのカットっていうのを、グランドボーデンでやっていくという形ですね。で、
今回スーパーボールブレイカーで1層目開けていきますね。で、このまま、ネクロマンサーたちをこっちの方面から出していくという形を作っていくんですけども、外周に関してはこっち側ですね、キング、投下兵舎、キングでこうカットしていきますね。ネクロマンサープラスキング、この順番もうまいですね。しっかりスケルトンで、迫撃砲とか、なるべくターゲットを取っておきたいっていう思いですね。まあ、多分迫撃砲、ちょっと言い過ぎか。多分クロスボウとか、大砲とかのダメージが少しでもキングに入んないようにと。まあ、いうケアですね。まあ、そういった方が多分正しいかなと思います。で、中心部分のタウンホール、ここにジャンプを打ったり、スーパーボールブレーカーで穴開けることはしないんですね。まあ、さっき言ったように、そこにネクロを入れちゃうっていうのはもう全然得策ではないんで、そうではなくって、スーパーネクロマンサーが投石とかアーチャークイーン、あと防衛軍とか、この辺の火力の高いところに当たるタイミングを見計らって、トームをかけながら、突撃艦出していくんですね。これね、トーム先でも良かったかもしんない、ちょっと。でもまあ突撃艦をしっかりこう出していくことによって、トームが突撃艦にかかったんで、今あれですね。黒い風船、ホーミングを、解除することができましたね、一個ね。で、ヒーラーもやられないし、突撃艦も落とされないと。イエティプラス、これスニゴム入ったのかな、これで、しっかりとタウンホールを潰していって、で、このポイズン効果ですね。このポイズン効果の範囲に、まあ、イエティを乗っかってるものの、スパネクとしては全然乗ってないですよね。で、こうなってくると、あとは、もうスパネクたちを止める手段がほぼほぼないという形になって前回まで持ってきちゃうということですね。いやーすごいですね。これ上からロイちゃんか。これもなかなか冒険だな。この辺の火力高いのによく上からロイちゃん出していったなっていう気がしますが、これちょっとやっぱ苦しいですね。まあでもね、ロイちゃんを、スパネクたちの逆方向から出していくっていうのは結構ね、セオリーとしてはありですね。今回相手のロイちゃんがいて、ちょっとその処理に、ストライカーのタイミング合わなかったですけども、それができれば結構これ突破できたら美味しくって、時間切れのリスクがね、非常に高いんですよ。タウンホール13でも、時間切れのリスクが高い、まあ、戦術だったんで、14だとなおさらこう、早めにですね、すべてをこう進めていかないと、防衛の HP が上がっている分、時間切れの、リスクも高まっているということで、なるべく、ロイちゃんと、スパネク部隊は分散させたかったってことですね。今、時間見たら2分59秒ぐらいでしたね。結構ギリギリのアタックになってましたが、まあ、こういうふうに、時間切れのリスクと結構隣り合わせの戦術というところをですね、抑えておいた方がいいのかなというふうに思います。で、日本戦からごめんなさい、一本だけ、響さん、大変申し訳ないんですけども、このね、アタックを、見てもらいたいと思っています。こちらですね。ボンドさんのタック。これをちょっとね、見てほしいなというふうに思っております。ボンドさん、ほんとすみません。で、ですね、こんな形の村で、タウンホールをデヒで追っていくっていう形なんですね。で、ポイント見てもらいたいポイントは2つありまして、1個は時間の点。で、もう1個はユニットのばらけ方の点ですね。この2つをちょっと、よく見てほしいなというふうに思うんですけども、まず、このボンドさんの村のいいところなんですが、これね、しっかりこれクランジョー、タウンホールの周りに、こう、大工の小屋が結構配置されてるんですね。で、タウンホールそのものは、なんかグランドオーデンで落とせそうな距離感にあるわけなんですけども、これやろうと思うと、大工がこう、次から次へこう、回復するわけですよ。なんで、グランドオーデンの進行が結構ね、遅くなるんですね。で、おまけにこう、スケルトントラップまでいるという感じですよね。で、この時点でもう、時間が50秒ぐらい経っちゃっていて、で、結論から言うとこれタウンホール落とすのに1分5秒時間がかかってしまいます。で、こうなってくると、残り2分切ってる状態でスパネク始めるのって、まあ、なかなかタウンホール13でも苦しくなっちゃうんですね。多分この辺の時間のかかり方っていうのが遅く計算の誤算にもなってたんじゃないかなっていう気はしますが、ここからですね、中央部分、この部分をスパネクで突破していきたいんで、豪華兵舎、ネクロマンサー、キングという感じで、ここですね。こんな感じで、こう、3層にわたって攻めていきますね。で、まず、見てもらいたいのは、中央部分のジャンプに乗っかったスーパーネクロマンサーたちなんですけども、これ若干こっちに2体、取れちゃってるの分かりますかね。で、中央部分の火力が薄くなってしまってんですね。おまけに、薬がね、これいらんとこ開けるのよね。これ、結構ね、クイーンに薬をつけると、で、クイーンを壁の中に入れていくプランをやろうと思うと、話がそれますけども、こういうね、薬の思い切った壁開けなんかが、逆に邪魔をしちゃうことがあるんで、これ気をつけてもらった方がいいかなと思います、本当に。僕も結構ね、やらかすことが
やらかしたことがあって、で、まあ、今反省してるんですけども、ヤクも吹っかけた試合ですよね。今回だったら、ババキンの方に入れた方が多分良かったかな。あの、クイーンの方にはユニコーンとかの方が良かったような気がしますね。で、中央にしっかりこう入ってこなかったがために、この中央のシングル、マルチインフェルノがもう生き生き仕事してますよね。で、おまけにここに入ってくれば壊せたこの投石、こいつも壊せてないので、この投石とマルチがもう生き生き仕事をしちゃっていて、で、外周部、この中心から外側外側にこうね、ダメージを入れまくっていってるわけなんですね、こういう風に。で、こういう形が作られちゃうと、こう攻め手側としては苦しくて、あの、ちゃんとですね、ユニットが中央部に入っていかないっていう点が、まず1個、なんだ、スーパーネクロマンサー使う上で、気をつけなきゃいけない部分。で、もう1個は、今これ外周にこうスパネクがいますよね。これね、まあ、多分前回はないにせよ、まあ、スパネクが2体いて、こんだけいったら、結構ね、まだまだ削れるところはあったと思うんですよ。なんですけども、これ時間切れ。まあ、あの、ユニットですよね。その、キングとかネクロとか、あの、ロイちゃんがやられちゃったっていうのも、まあ、当然、あの、破壊率を上げられなかった要因にはなってるんですが、あの、序盤のやっぱ1分5秒間かけてのタウンホール破壊っていうのは結構やっぱ長くなっちゃうので、そこからの展開っていうところですね、が、スパネクにとって少し苦しくなってしまうっていう意味で、なるべく、スパネク使う場合には、特にタウンホール14、体力ですね、防衛の HP が高いので、時間の、ケア、13以上にシビアになってくるというところをね、気をつけながらやってもらえたらなというふうに思います。はい、というところでですね、本日は、タウンホール14のスパネクロマンサー、ケイさんのアタックをね、中心に取り上げさせてもらいました。いかがでしたでしょうか？これ参考になったなというふうに思いましたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録してもらったらすごく嬉しいです。励みになります。また、私の動画ですね、チャンネルこれからも、タウンホール14だけではなく、12、13というふうにですね、こう幅広く動画を使ってまいりますので、ぜひ、今後もご視聴いただけたら嬉しいです。では、本日の動画はこれで終わりにしたいというふうに思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。